皆さんこんにちは、オリエンタルマシンです。本日の作業を始めます。今日はですね、先日購入したこの油圧のジャッキでですね、トンシングを持ち上げていきます。この油圧ジャッキはかどると思うんですよね。これからね、購入できたので、これで軽くタイヤ持ち上がりましたもんね。楽だわこれ。これで目いっぱい。これでまず一番上まで持ち上げます。抜けましたね。これでこれが安全に入るかどうか。あ、軽く入りますね。ここまで、あ、ピンが1本入るところまで上がればいいなと思ってたら入りましたね。ピンを入れて、ピンが簡単に抜けちゃう、大変ですからね。ちょうどいいな。持ち上げたかったところまでちゃんと持ち上がってますよ。よいしょ、素晴らしいな。やっぱね、道具はね、ちょっとこういいものを買うとめちゃくちゃはかどりますよね。でこれでこの油圧ジャッキを下ろします。そーっと下ろします。そーっと下ろしますとホーシングも下がります。狙い通りですね。狙い通り。これでスプリングが外れてガタガタ、もともと半分遊んでましたから外れてくれればそれでもういいんですけど、大丈夫かな。ここからですね、外れるとしたら、よいしょ、こっち側だよ。よし、外れた。外れました。両方外してきますか。こっちもね。あ、こっちはマフラーがないから視界がすごくいいですね。よし、簡単に外れました。これでこの貴重なこの部品、なんていう名称か分かりませんけど、よし、これで、でこれをここにつけます。もともとはここについていた。これでいいかな。これ余りましたね。それではめていきます。遊びすぎだよね。これでもう一度ジャッキを上げて、これでこれが取れるかどうか。あ、取れないね。ってことはやっぱりこれで、これでこれを上げる。これをこれを取る。これを、これを取る。これを下げる。そして今踊ってる？あ、もう踊ってない。もうくっついてるってこと？あ、大丈夫ってこと？よく見ないと危ないですからね。どうすりゃいいんだ。入ってないよねこれ。これはでももうこれ以上上がらないから、一回下げて、一回下げました。それでどうすりゃいいんだ。それでちゃんと入ってないかもしれないから、ちゃんと入ってないかもしれないから、それを入れるためにもう一回上げる。それで下ろす。これでいいんだ。よし、入ってなかったね、やっぱね。入りました。よし、入った。これで下ろします。これでいいんだ。これでできたんだが、バンプラバーが近すぎるけど、ちょっと試運転します。今私ができる範囲での一番のローダウンにしたので、バンプラバーがちょっと近いのが気になりますから、試運転してこようと思います。乗り心地の方はダンパーのおかげで全然問題ないんですけど、あとはストロークの問題ですね。
がって道の悪い路面の悪い道を行くわけですから、センチ上げですね。わかりました。今日はここまでにしましょうかね。から1センチ上げて、1センチ上げましょう。今日のところはこんな感じで、私としてはまあまあフロントがこれぐらいで、リアがこれぐらいで同じ。あ、リアのがちょっとやっぱり短いな。よし、後で1センチ上げですね。それでは今日の動画はこれで失礼したいと思います。ありがとうございました。失礼します。